はい、じゃあ本日2座目ですね。出発します。はい、登山口の方向かいます。ここ行くと大円地山荘の方ですね。はい、行ってみましょう。これが大円地山荘ですね。ここがね、はい、そのまままっすぐです。あれがそうなのかな。うん、なんか楽しみですね。はい、南泰山コース、天脚コースと、こっちは一般コースですね。入りは一般コースから降りてきます。はい、じゃあ行きましょう。しゅっ、もうあそこの分岐から結構傾斜のある登りが続きますね。お、なんか尾根みたいに出ました。これは左ですね。よいしょ。うん、分岐ですね。南泰山頂と滝倉っていうんですかね。はい、これを右に行きます。はい、よいしょ。いい眺めだ。はあ、はあ、あれか、あれが山頂かな。もう少しですね。はい、本当に鎖場ばっかりですね。ああ、ちょっとしんどいな。よいしょ。あ、分岐ですね。よいしょ。素晴らしいね。すごいすごい。スカイツリーと同じ高さです、ね、スカイツリーが見えないですね。
帰りはね一般コースで帰ります。まあちょっと急な坂だったりあるんですけど、まあまあなだらかなのかな、距離は長いけど、はい、じゃあ下っていきます。なんか気持ちいい道ですね、走りたくなる。あ、分岐ですね。あ、このまままっすぐですね。はい、ね、一般コース展望いいね、すごいすごい。はあ、登り返しはきつい。よいしょ、暑い。これこっちに降りていくと大園地の駐車場ですね。はい、じゃあ行きましょう。ベンチがあっていいですね。今の気温は25度ぐらいですね。暑いはずだ。はい、見客コースと一般コースの分岐まで戻ってきました。あ、桜が咲き始めてんだ。はい、駐車場戻ってきましたね。はい、それではお疲れ様でした。